こんにちは、速稼塾の久保です。プレイステーションの5って出たみたいですね。かなり高い金額がついてるみたいですけども、なるべく安く買いたいじゃないですか。特に定価が4万円前後ですから、まあ4万円前後もしくはね5万円以下だったら御の字かなってところですけども、これがね3万円前後とか2万円前後とか、こういう金額で買えたらいいですよね。まあね、ちょっと記事を読んでみたんですけども、いいですか、ちょっと記事の方に行ってください。どうして40万円台になったのかっていうことで書かれてますけども、これは単純にですね、競り合って高くなったわけじゃないってことが分かってます。一番下見てください。記事の一番下に行きます。これ40万以上の価格になっていったってこと書いてますよね。これはね、実は3万9800円だかなんか金額が4万円ぐらいなんですよね、プレイステーション新品で。で、似たような金額、例えば3万9800円でしたら39万8000円と表示することによって、勘違いしての購入を狙ってる、そういうね、せこいセラーがいるみたいなんですよ。で、なんでこれが裏付けられるかっていうと、キャンセル不可って書いてあるんですよね。だから間違ってクリックしたらもう買わないといけないってことなんですよ。で、返品も受け付けないよってことなんで、こういうね、せこい儲け方をする人がいるんですよね。まあそれでね、私の考えるこのプレイステーション、ちょっと動画の方飛びましょうか。私の方のね、考えているプレイステーションの安い買い方っていうのは、プレイステーションそのものを安く手に入れるというよりも、相対的に安くする方法なんですよ。まあ、というのがね、プレイステーション5、誰よりも早く手に入れたい人ってのは誰かっていうと、この希少価値のあるプレイステーション5の映像を実況という形で YouTube に載せて、そしてアクセスを稼いで儲けたいっていうね、そういうふうな YouTuber さんがいらっしゃるんですよね。まあ、新しい映像っていうのは当然ですけども、価値が高いですから、多くの方がアクセスすると思います。そしてですね、プレイステーション5が高値をつければつけるほど、手に入れる期間がどんどん後ろ倒しになりますから、そうしてる間 YouTube で動画を見るっていうふうなね、形が増えると思うんですよ。ますますアクセス稼げますよね。ですので、YouTuber さんでゲーム実況されてる方で、そこそこアクセスが見込める方っていうのは、これね、10万とか20万出しても、全然痛くも痒くもないんですよ。すぐ取り戻せますんでね。まあ、ですんでね、こういう時のために、YouTube をコツコツ始めていくのはいかがかなと思うんですよ。本当にね、単純に考えて、毎月の YouTube の広告報酬が10万円ぐらいだとしたらね、これ、ずっと10万円が、まあ、不労所得と言いますかね、10万円を何かで使えば、その使ったお金がまたね、YouTube の再生数を呼び水として稼いでくれるってことになりますんで、今回のだからプレイステーションね、20万、30万で買う人もいると思うんですよ。そういうような実況 YouTuber さんね。その方はすでに今までの実況で稼いでるお金で買うんで、これ実質的にタダってことになるんですよね。で、YouTube のすごいところは、これがね、来年も再来年も動画が再生されるってことなんですよ。そうなるとですね、今年始めた YouTube が来年、再来年、3年後、4年後というふうにやればやるほど、この広告単価の厚みを増していくんですよね。もちろん今の YouTube の仕組みが変わらなければですけども。まあだからね、私はね、やっぱり YouTube を資産構築に使うことをお勧めするんですが、まあただね、やっぱり YouTube の仕組みもこれから変わるような気がします。例えば YouTube に、ログインするのに有料課金になったりね、それから発信するのに有料課金になったりとか、どこかで有料になると思います。まあ、各位私もね、今 YouTube プレミアムっていうのに入ってもう長いんですけども、こちら毎月1000円ちょっと払ってるんですよね。ということなんで、 YouTube に参加するのに私はお金を払ってるっていう状態なんですよ。ただそれを上回る報酬がありますんで、痛くも痒くもないんですが、まあ、そのバランスでしょうね、きっとね。 YouTube で、まあ、稼ぐことを目的としてない人が YouTube にお金を払って定額課金すると、ちょっとそれはね、家計に大きな日々を出すこともあり得ると思いますけども、それにしてもね、やっぱ YouTube のもたらす効果っていうのはかなり高いと思いますんで、多少の有料化はね、飲んでいければいいんじゃないかなと思います。私なんてね、ますますね、YouTube が、例えば YouTube にログインするのに、アカウントを作るのに、毎月1万円払ってくださいっていうことになっても、私はまあ1万円だったらどんどん払いたいなと思うぐらい YouTube に価値を持ってるのと、そうなるとね、これは勝手な意見ですけども、YouTube に参加するのに、アップロードするのに、ログインするのにお金がかかるってことになると、参入消費高くなるんで、すでに YouTube で収入を築いている YouTuber さんなんてのは、もうむしろ大歓迎なんでしょうね、きっとね。そういう意味でも、早く YouTube に参入して、YouTube に自分の足場を作っておくっていうのは、かなり重要なことだと思うんですよ。言ってみれば、YouTube の既得権益っていうのが、もしかしたらこれから始まるかもしれません。現在でもね、YouTube で稼ぐ人と、YouTube で稼げない人と、こうやって分かれてくるんですよ。もちろんね、単なるユーザーとして使いたいって方が稼ごうと思ってないのは分かりますけども、でもやっぱりね、YouTube っていうのはもう今完全に就職先の一つでもあるわけなんですよね。昔就職先って言ったらね、
受験戦争に勝ち抜いて、就職戦争に勝ち抜いて、やっと手に入れるサラリーマンという職位があったわけなんですけども、それから個人事業主とかね、それから独立とか自分の会社を起業するみたいな選択肢が増えて、投資ってものがあったり、ネットビジネスがあったりとか、あとネットワークビジネスっていうね、就職先もありますよね。で、 YouTube という就職先もできたのかなというところですね。まあプレイステーションね、なかなか何もせずにタダで手に入るとかね、安く手に入るってことはないと思いますんで、何もしなければ価格競争に巻き込まれるだけです。ですんでね、やっぱり何かしらのビジネスを成功させて、こういったプレイステーション5でもね、ストレスなく買えるといいですよね。まあ、私はゲームに興味がないんで多分買わないと思います。ちなみにね、プレイステーション4買ったんですけども、箱からまだ出してないんですよね。私だからね、ゲームに興味がないんですよね、なかなかね。もったいない。はい、こんなもったいないことにならないでくださいね。では失礼します。